マサルもトモコも別して五平担ぎの人間ではなかったが、すべてが縁起の悪い事柄ばかりで成立する成り立つ夢中の生活から一種の安心を与えられていた。こういう生活は不動で安らかで、ほとんど居心地がよくさえあった。すでに一家は死に慣れてしまって、堕落になれた人がそう感じるように怖いもの知らずの生活を送っているような感じがした。マサの買った敷地は遠かったので、三人は正門からだいぶ歩き、少なからず汗ばんだ。彼らは物珍しげに T 元帥の墓所を覗き、またある一大武元の墓らしい大層悪趣味な鏡をはめ込んだ墓を見て笑った。友子はかすかにこもって聞こえるアギゼミの声を聞き、木陰の葉村の匂いに混じって漂ってくる公園の匂いを嗅ぎながら、缶に耐えたようにこう言った。いいところね、こんなところにお墓があれば気温も稽古も遊び場所がたくさんあって退屈しないでしょう。変ね、私って、ここだったらあの子たちの健康にいいような気がするのよ。カツオは喉が渇いた。道の中央に褐色の高い塔がある。その周囲に円形の階段が刻まれ、水が流れてコンクリートの階段の一部を黒く染めている。塔の中心に水飲み場があるので、トンボ釣りの子供たちがめいめいの竿を塔に立てかけて水を飲んだり、水の噴出するところに指をあてがって友達に引っ掛けたりして騒いでいる。たまたま脇へそれて塔の外へほとばしたその水は一瞬淡い虹を描いた。カツオは物を言わずにすぐ実行に移しがちな子供である。そこへ行って水を飲みたくて仕方がない。母は手を離して歩いていたので彼は急に駆け出した。どこへ行くの？と母が鋭い声で叫んだ。お水を飲むんだ、と彼はかけながら言った。母はすぐ追いついた。その手は彼の両手をしっかりと後ろから掴んでいた。痛いや、と子供は言った。言いながら恐怖に打たれた。背後から恐ろしいものに抱きしめられているような気がしたのである。智子は道の玉砂利の上にしゃがんで子供を振り向かせた。カツオはやや遠い緑の生け垣の前に呆然と立っている父を見た。あんなお水を飲んじゃいけません。ちゃんとここにあるんだから。母は膝に抱えたサラサの袋から首を出している魔法瓶の蓋を回した。三人は彼らの小さな所有所に到着した。それは多くの墓が背を向けている新しい分譲の一角で、柘の弱々しい若木がまばらに、しかしよく見ると規則正しく植えられていた。まだ旦那寺に預けられている遺骨を移されず、したがって外場もない。縄を張った平坦な四つ壺の地面があるだけである。ここへ一度きに三人も入るんだからな。マサルがそう言った。トモコはこの言葉に思い出の悲嘆をそそられなかった。事実らしさということを超えて事実があり得るのは不思議なことだ。子供が一人海で溺れれば誰しもあり得ることと思い、事実らしいと思うであろう。しかし三人となると滑稽だ。しかしまた一万人となれば話は変わってくる。すべて過度なものには滑稽さがあるが、といって大天災や戦争は滑稽ではない。一人の死は厳粛であり、百万人の死は厳粛である。ちょっとした過度、これが癖物なのである。智子の心は実は今までこの悲嘆の尺度に迷っていた。そのため野生の死を除外して考えたり、清と稽古を双子の死のように結びつけて考えたりした。こういう機械的な努力が再びこの辞書を目の前にした彼女を敷いた。自分の悲嘆に放蕩者の浮気がありはしないかと恐れもした。知らず知らずに犯す母親の偏愛の傾きを一度も知らなかった幸福な智子は、今にして奇妙な道徳的反省の虜になった。以前彼女は母親としての博愛を信じていたが、今悲嘆の博愛を信じろと言っても困難である。悲しみは最もエゴイスティックな
エゴイスティックな感情だからである。その結果、彼女はまたしても気を渡恵子を悲しみの複合体として感じようとする努力に立ち戻ったが、この努力はますます額の実態を抽象的にすることにしか役立たなかった。三人なんてバカにしている。三人なんて、智子はそう言った。この数は一家族にとっては大きすぎ、社会にとっては小さすぎた。しかも戦死者や殉職者のような社会的なつながりのない孤独な個人的な死であった。智子の女らしい利己的な心はいつまでもこの謎のような数に戸惑いしていた。マサルはというと、多少とも社会的なこの男はいつか社会の目でこれを見る方が便利だと気づいていた。つまり社会に殺されたのではなかったのを幸福だとする見方である。智子が追憶の中に生まれる時間の並列状態を二度目に味わったのは帰りの駅前においてである。汽車が来るにはまだ20分ほども間があった。カツオが駅前で売っているタヌキの玩具を欲しがった。大目股を膨らませて、これを焦がしてタヌキの毛色に似せ、耳と目と尻尾をつけて上から吊るすようにした玩具である。まあこんな古いおもちゃがまだあるのね。今の子供にもまだ魅力があると見えるね。何しろ私の子供の頃からあるおもちゃだわ。智子は小柄な老婆の手からこれを買ってカツオに持たせた。ふと周囲の物売りを物色している自分に気づいた。留守番をしているはずの清雄と恵子に年相応な土産物を探したのである。なんだい？マサルがそう聞いた。私って今日はどうしたんでしょう。他の子供にもお土産がいるような気がしたの。智子は小太りした白い腕を上げて、手のひらで大雑把に目からこめかみの方へこするような身振りをした。すると鼻孔が虚偽の兆しを示して震えた。いいじゃないか、買えばいいじゃないか。マサルは頼み事をする口調でせかせかと言った。仏壇へお土産を飾ってやればいいね。それではダメなのよ。何にもならないの。二人が生きているつもりで買わなければダメだったの。智子はハンカチで鼻を押さえた。自分たちは生きており、彼らは死んでいる。それが智子には非常な悪事を働いているような心地がした。生きているということは何という残酷さだ。彼女はもう一度駅前の飲食店の赤い旗や墓石屋の店先にうず高く積まれた花崗岩の純白にきらめく断面や、そのすすけた2階の障子や屋根瓦やくれなずむ空の陶器のような照明な青を見た。すべてのものがこんなにはっきり見えると智子は思った。この残酷な生の実感には深い気も遠くなるほどの安堵があった。秋が深まるにつれ、一家の生活には日増しに安堵と平和の影が濃くなった。夫婦は無論悲しむことをやめはしない。しかしマサルは妻が落ち着くにつれて居心地の良さとカツオに対する愛情とからできるだけ帰宅を早め、カツオが寝た後などはたとえお互いに言うまいと努めている悲しい話題が出ても、その悲しみを語り合うことをお互いの慰めとするまでになったのである。あんな恐ろしい事件をこうして徐々に日常生活の中へ溶かし込んでしまう成り行きには、自分たちの犯した罪がとうとう現れずじまいになったような、周知の混じった別の恐怖もあった。しかし三人の死者が家族の中に欠けているというこの普段の感じは、ある時にはそのこと自体が不思議な充実感を持って生活を支えているようにも思われた。一家は気も狂わなければ自殺者も出さなかった。病気にさえかからずに済んだ。あれだけの悲惨事がほとんど影響を及ぼさず、何も起こらずに済んだことはほぼ確実だった。すると智子は退屈した。何事かを待つようになったのである。芝居見物やさまざまな享楽は長い間夫婦の禁忌に属していたが、退屈した
智子はそのうちにもっともな理由を考え出し、ああいう慰安は悲しめる人々のためにこそあるのだと考えた。その頃米国から名高い低金演奏家が来朝し、夫婦はその切符を手に入れて聞きに行った。カツオはお留守番を余儀なくされたが、これは半ばは智子が夫と自動車の相乗りをして音楽会場へ赴きたいためであった。智子の化粧は長くかかった。髪振り乱して暮らした月日を修正する化粧は長くかかった。鏡の中に出来上がったその顔は智子の久しく忘れていた逸楽を思い出させるのに十分である。自分の顔をじっと見ることのこの傍我の喜びを何に例えたらいいだろう。鏡を見る楽しみを忘れて久しいが、けだし悲嘆はその自我的な固執によって人を傍我の喜びから遠ざけるためである。智子は着物をより帯をよった。気に入らなかったので何度も取り替えた。江戸紫のひった絞りの訪問着につづら錦の帯を締めた。これは女の見合いの中でも最も思ったものである。車の運転台で待っていた勝は門口へ出た妻の姿の美しさに驚いた。公会堂の廊下の至るところでその姿は人目に立ち、勝は一方ならず満足であった。智子はしかしどんなに自分が美しく見えてもそれで足りるということがない気がした。以前はこれだけの視線を集めれば満ち足りた気持ちで家へ帰った智子であったが、今の飽きるところのない不本意はこうした賑やかな場所へ出てみるとまだ自分の悲しみの治っていないことを思い知らされるせいだと考えられた。そうではなかった。これこそ子供たちの死の後で彼女が感じた得体の知れない不満、あれほどの不幸と釣り合いの取れるほどの待遇を受けていないと考えたあの不満の別の現れだったのである。智子は音楽の情緒的な影響も確かにあって寂しい目つきで廊下を歩き知人に挨拶した。その目つきは相手の述べるいたわいの挨拶にこよなく似合った。知人が連れの一人の青年を紹介した。青年はあの不幸な事件を知らない。そこで慰めの言葉を述べずにありきたりの会話をし、低金家に対する2、3の温当な批評がましいことを言った。あの人にはちょっとぶしつけなところがあると、すでに遠ざかったその若い髪の輝きを群衆の向こうに眺めながら智子は思った。他の人のように慰めの言葉を言ってくれはしなかった。私の寂しそうな様子に気がつかなかったはずはないのに。青年は背が高い。群衆の向こうにその頭部が際立って見え、頭を転じると笑っている目元と眉と額に危うくかかったほつれ毛とが見える。話の相手は髪の頂きがわずかに見える女である。智子は嫉妬を味わった。自分が青年からかけられたいと望んだ言葉は別の特定の言葉ではなかっただろうか。そう思うと彼女の道徳的な魂は戦慄した。こんな気持ちは理にかなっていないと思わねばならない。一度も夫に不満を感じたことのない智子である。喉が渇きはしないかい。知人と別れて妻の傍らへ来た夫が言った。あそこにオレンジエイドを売ってるんだ。向こうの売り場の前で人々がストローを差し込んだ麹色の液体の瓶を傾けていた。智子は近眼の人がよくするような眉を潜めた疑いそうな目でそちらを見た。喉は少しも乾いていなかった。カツオに湯冷ましの水を与えて水飲み場の水を飲むことを禁じた墓地の一日を思い出した。危険はカツオにだけあるのではない。その麹色の液体の中にも誰も気のつかない